好きランキング。はじめまして。はじめまして、小林きらいです。あ、長野県から来ました小林きらいです。お願いします。お願いします。めっちゃ顔ちっちゃい。めっちゃ顔ちっちゃい。いや、全然顔こんなんや。こんなんですよ。顔めっちゃちっちゃいな。ありがとうございます。みんなで後でね、あっち向いてほうやろうみたいな。あ、やるか。マジ任せて、それだけは。任せてとか言ってる。リモートだとちょっとね、伝わりづらかったけど。あ、電波が、電波が。頑張ろう。伝わなかったね。ちゃんとできる。じゃんけんができなかったね。じゃんけんできない。マジさ、オーディションの時からさ、見た話したじゃん。現実のが全然。マジこれはガチで、見た時マジで現実めっちゃ濃いよ。いやいやいや、いや褒めるの絶対みんな思ってる。絶対みんな思ってない。マジか、え、嬉しい。え、こんにちは。愛知県から来ました高校2年生の17歳伊藤きらやです。素敵な恋をしに来たので、どうかよろしくお願いします。お願いします。え、すごい久しぶり。久しぶり。知り合いだったんですか。うん、そう、まあ、いろいろ教室気分で ね、会ってそうです。ハッピーで文化祭プロジェクト。僕と君とでは何か違う。なんかさ、ちょっとさ、緊張する緊張するよね。なんか、だって前はさ、歌とかダンスとかさ、演技の話しかしてこなかったじゃん。そう、確かに。いやさ、急にさ、これ演技の話ってなったらさ、しないもんね。なんかちょっと違和感すごくて、なんかそうだよ、ちょっと、どうしちゃう好きなタイプとか。好きなタイプ、ね、でも一緒にいて落ち着く人とかがいいかな。周り見れる人とか。いやでも好きになった人がタイプだから。あ、そうだね、うん、毎回好きになる人違うかもしれないいや、なんか違和感すごいね。いや、本当に言ったのさっきからさ、ちょっとどうしようと思ってちょっと目合わせるねそうそうそう、ちょっとなんかね、そう、今までなんかそれあんまね、普通に別の話だったもんね。そうそうそう、ちょっと緊張しちゃうわ。じゃあ俺から話さんと。ありがとうございます。はい甘えてもらう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。大阪から来ました、高校3年生長谷彦太郎です。お願いします。お願いします。大阪よりいる。え、やば、友達。え、友達。やば、やば。え、知り合い。元々の知り合い。すごい。え、友達なの。やばい、やばい、やばい。めっちゃ変な資格。リア友。すごい。リア友、リア友。普通の友達。え、マジで言ってんの。マジか。千葉県出身の高校3年生船山恭平です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マジか。え、マジで言ってんの。びっくりした。お久しぶり。ここ、え、ここ、ここ、ここ知り合いですか。ミスコン。あ、ミスコンで。なんで。マジで。コハルンが一番びっくりした俺。びっくりした。すごい顔してたの、二人とも。なんか何があったのかと思った。マジか。びっくりした。コハルン、マジか。やばいね。びっくりした。コロコロ。え、すごい。コロコロ。え、何？え？めっちゃびっくりしてるじゃん。そんなことあるの？神奈川県から来ました高校3年生の小枝晴人です。可愛い彼女作りに来ました。よろしくお願いします。お願いします。コハルンいます。コハルン。びっくりした。コハルンいます。またミスター。この、すごくない？待って待って。え？ガチで言ってんの？やばくない？やばくない？やばい、これ激アツじゃない？勘弁してほしい。待って、俺多分そこ飛び込めるで、もうそれな